The person who says the stupid things in the video is either the president of Brand Buyers or just an idiot. Good kids, shitty kids, and adults who are mentally young. Please don't try to imitate it. こんにちは、ブランドバイヤー社長です。2本撮り、3本撮りや、3本撮りの2本目です。これといってね、バーッとこう目新しいものはまあないですけど、それなりにね、やはりグレートランドでかなり需要が高い、まあ、あとフェード系が多いです。フェード系が多いので、ピンピンなコンディションよりちょっと色あせた方がいいなっていうね。やっぱ男もね、 T シャツもちょっと色あせてる方がいいんですよということで、いいねしてください。一人で喋るのつらい、はい、ということで最後までご視聴よろしくお願いいたします。行ってみましょう。一着目、最近ちょこちょこ出してると思います。一時期全然出せなかった、オフィシャルと勘違いされている方もいらっしゃるみたいです。こちらブートです、まあ、僕らカートのニクソンギターって言ってますけど、全体的にフェードブリーチ効いてまして、アンビル2枚タグのラージとなってます。いいサイズなんじゃないでしょうか。うん、アンビルはねサイズ感いいんで、極端に着丈が長いものとか身幅が細いものもないので、フェード感も良くて、うん、きっと満足していただけるんじゃないかなと思える一着です。本当に見なくなってまいりました。グレートランドオープン当初は結構数入れてたんですけど、最近はあれば買うようにしてますが、ストックはもう3枚とか4枚もないので、欲しいと思った時には買えなくなってる一着だと思います。 L サイズお願いします。次、ガンズ。これね、結構皆さんノーマークなデザインだと思うんですけど、僕めっちゃいいと思ってます。ここ最近何枚か出してるかと思うんですけども、YouTube でね、ガンズばっか聞いてるとガンズばっか流れてくるんですけど、ボーカルのアクセル・ローズ、今はもう激太りしちゃってちょっと見る影もないですけど、当時やっぱかっこいいですね。ピチピチのカーパン履いて、ピチピチの、ダブルライダー袖まくって、まあ、バンダナキャップみたいな、ちょっとまあ、サイズ感は変われど、ああいうスタイルがまた映えるんじゃないかなとは個人的に思っておりまして、うん、ブロッカムの青タグの XL なんです。見える？はい、画像出しておいてください。なので身幅しっかりありながらも着丈が短め、最高の一着だと思います。個人的にも欲しいです。で、この首リブとボディのこの色のコントラストを見ていただけると分かるかと思いますが、結構いい感じにフェードしてます。ただ落ちすぎてない、ここがポイント高いんじゃないですかね。清潔感がないわけではないので、はい、ちょっとフェード初心者というか、これからそんだけね、こうフェードフェードって僕が言ってる中、ちょっとじゃあ俺もフェードした T シャツ買ってみようかなと思ってくださる方は、ぜひともこの一着きっとご満足いただけると思いますのでお願いします。次、結構効いてますね、フェードが。マリリン・マンソンです。これはモブシーンなんで全然 Y2K ですけど、非常に人気が高い。でこれもね、よく言ってますけど、マリリン・マンソンってね、2000年入ると極端に T シャツが少なくなります。やはり、アンチクラスト・スーパースター・ホーリーウッド、じゃあメカニカルアニマーズ・ホーリウッドか、あの辺りの3部作の時代の T シャツが一番多いかなっていう印象なんですけど、これバックプリントいいんですよ。うん、かっこいい。サイズ感もいいです。テネリバーの L ですが、ほぼ縮みが見受けられません。肩もこんなに落ちてます。わかります？はい。で、身幅もしっかりあって、着丈長すぎない。これだけ色が落ちてるのに T シャツがこう嫌な感じで変形してないっていうのもポイント高いんじゃないですかね。こういったリアルな日焼けの部分とかもかなり雰囲気いいので、はい、ここは分かりやすいな、こういうところね、はい、めっちゃかっこいいんで、ぜひ。結構ほんまにかっこいいと思ってます、僕これ。うん、コピーライトが2003、マリリン・マンソン・アンダーライセンス・トゥ・ジャイアントとなってます。ただ、コピーライトとね、ボディの種類が一致しないと、なんで一致しないのって言われる方もたまにインスタグラム DM 等でもいただきますが、まあ、特にちょっと僕最近も忙しいので返信はしておりませんが、ジャイアントでテネリバってやつありえますので、はい、全然問題ないです。よろしくお願いします。次、レッチリからこちらは、あ、これはね、僕の私物です。はい、全体的にペンキ飛んでて、ただこれブラバイの改装の時にね、僕着てて飛んじゃったペンキなんで、90年代のペンキではないんですけども、はい、いい感じですよ。うん、でジャイアントの2枚タグの XL です。私物なんでちょっと安く出そうかなと思ってますんで、詳しくは概要欄から見てみてください。思い出の T シャツですけどね。はい、ブラバイの改装しんどかったな、この辺のペンキとかね。最終日にやっと終わるってなって、じゃあそのこのソファーだけ釘で打ち付けて終わろうぜって言ったら、水道管ぶち抜いちゃって水全部出たんですよね。はい、その後響きの面接をしたのが記憶にあります。だからもう4年ぐらい前ですね。はい、
その時はまだ安かったですけど、今もう高いのでまだ上がると思います。レッチ可愛いんですよ。はい、次、レイジから、ユーロブートとなりますが、本家、ジャイアントだったりアーチモンドにはない雰囲気のチェゲバラですね。一発大きいのかな、プリントが。でユーロなので全体の色抜けも非常に綺麗でかなり雰囲気のあるチェゲです。この柔らかい感じのボディが特にいいんじゃないでしょうか。安くはないんですけど、まあ正直オフィシャルよりこっちの方が僕は雰囲気いいかなと思います。被ることもないと思いますし、なかなかこれねありそうでないんですよ。探して見つかるものでもないですので、ぜひお願いします。とにかくサイズいいっすよ、マジサイズいい。はい、お願いいたします。次、キスがこれですね、あのブラックピンクの方が着られたこちらで、久しぶりの入荷なんじゃないかな、チャンプタグの XL です。うん、バックピンとこちら、サイズバランスもいいですし、コンディションもほどほどに良いです。特に目立ったダメージはございません。2年ぐらい前は本当結構買い放題で、僕らもバーッと集めて、やっぱり買いまくると相場はどんどん上がっていって、ディーラーもなかなか手放さなくなってきたりとかして、ちょっと相場に変化はあったんですけども、でもまだ買えたが、最近本当買えないですね。あってもいやいやもう無理やんっていう値段なんで、これで仕入れ値が、あ、やっぱ結構出してます。はい、結構出してます。最初に僕たちがこれはこのデザインの T シャツを販売した金額ぐらい、仕入れに出してますので、ちょっとまあ可愛くない値段、キスとしてはこんなすんのって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、それぐらいない T シャツです。人気もキスの中で一番いいんじゃないかな、高いんじゃないかな。特殊なモデル除いてね、こういったベーシックなオフィシャルで着やすいデザインのキスとしては一番高い T シャツかと思いますので、まだまだ上がる前、もしくは選べるうちにというか、うん、チャンプタグの XL っていうのもね珍しくていいと思います。お願いします。次、ナイジェリアスボックスロゴです。もうこれも説明する必要はないと思うんです。オールスポーツの XL でサイズバランスがめちゃくちゃいいです。肩幅ごっつある、身幅もごっつあるんですけど、着丈が伸びてない。でちょっとね色落ちてきてるんで、このバックのブラックプリントとのコントラストが見えてきてると思います。ただ僕が本当に押したいところはそこじゃなく、あ、シングルだけどそこじゃなくて、フロントプリントのこれ分かります、この歪み、こうなってるでしょ、これがかっこいいですよね。分かるかな、これが最高です。なのでぜひこれ分かってください。これこの歪み、はい、持ってない方は本当に買ってた方がいいと思いますよ。ほんまにもうないんで、ないし、僕たちがこうボックスロゴって最初これ売り始めてるの 1.7 倍8倍の仕入れになってますんで、はい、プリントの割れも最高、後ろのプリントの割れも見せましょうか。いいでしょう、ぜひお願いします。次、めっちゃいいフェードのリンキンパーク。これはもうね、正直ね説明しなくてもね売れると思うんで、まあ、あんま喋らんとこかなと思います。なので、画像差し込み、響きの着用動画差し込みの時間だけちょっと稼いでおきます。こう分かるかな、これ平置きの画像で出してもらった方がいいと思うんで、もう特に何も語らないかな。バックプリントもいいし、このパターンって大体バックプリント地味なんですよ。うん、だけどいやー良くない、このフェード、はい、お願いします。 L かな、うん、タグ飛んでますが L サイズとお考えいただいて問題ないと思います。詳しくは、概要欄の方から実寸サイズですとかお値段見てみてください。これ買わな後悔するやつです、サイズ合う方は。ラストもスーパーフェードの、グッドバッドコンディションなゲッタグリップですね。こんぐらいかすれてるとまたちょっと違った印象を受けております。ジャイアントタグの XL、 このタグなんでシングル。この T シャツね結構ね着丈長いの多いんですよ。ただこれは着丈短めで XL の身幅もしっかりあり、あとこのタグです、比較的ジャイアントでも初期のタグ、うん、これなんで、はい、かなりいいフェードと日焼けですね。いい、最高です。ちょっとこうペンキとかもね肩の部分飛んでたりするんですよ、はい、マジリアル、いいと思うな。ほぼ牛もねちょっと一瞬じゃ視認できないぐらいのフェード感で、こういうのをねさらっと着ていただきたいなと個人的には思っております。これがヴィンテージ T シャツの醍醐味じゃないでしょうか。ということで、9着本日もご紹介させていただきました。本日夕方夜6時から店頭にてご試着及びご購入が可能。夜9時から下記概要欄オンラインストアにてお買い求めいただけます。いいねしてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイヤー社長でした。バイバイ。